ければいつだってあった高な声がした。手をぎゅっと握った時に見返す手があった。どれだけ特別なのか知りもしないまま、この手からこぼれてく。すぐ腕を伸ばしたなら取り戻せる気がしてた。気づかないわけじゃなくて気づいてた、来ていた。しま